はい、どうも。ぼっちすぎて、今年の4月まで LINE というものを使ったことがなかった高校サッカーフェチです。今回も、U16 日本代表候補の、攻撃的ミッドフィルダー、パート2をやっていこうと思います。奈良原良樹、1年、トス U18、プリンス九州、本来プレミアウエスト。キレのあるドリブルや、積極的なシュートに加え、トスさんらしい走力でピッチを上下動し、球際の強さで守備の貢献度が高いダイナモ。U16 代表では主力で、クラブでもすでに A チームでバリバリやってます。高橋龍太、1年、静岡学園高校、プリンス東海。願望坂ジュニアス時代の19年に、高円宮杯アンダー全国選手権で優勝に貢献したが、ユースには進まず、静学に進学しました。元からここにいたんじゃないかっていうぐらい、まさに、この静学の色にぴったりとハマっているテクニシャンです。非常に小柄だが、この体格だからこその細かいステップワークとボールタッチを駆使した、独特のドリブルでアクセントになります。最初見た時、レフティーかと思ったほど右サイドからのカットインは鋭いです。セットプレーを蹴る場合は右足で蹴ってます。
鬼木健太1年トスアンダー18プリンス九州本来プレミアベスト19年日本クラブ選手権アンダー15の大会では MVP になりました。ドリブルやフリーランから縦を突破し繰り出される左足のクロスは絶品でチャンスを量産します。浦十三1年トスアンダー18プリンス九州本来はプレミアウエスト 50m6 秒0のスピードが武器です。アンダー15時代はドリブル突破はもちろん逆サイドの鬼木からのクロスを合わせる形もありました。 高円宮杯アンダー15全国選手権では4ゴールを挙げて準優勝に貢献。細川楓で1年横浜 F ・マリノスユースプレミア関東本来プレミアイースト高い技術と機動力があり冷静に相手をかわしながら攻撃を作っていきます。両足の精度と中盤ならどこでもこなせるのも特徴です。はい、どうも高校サッカー部チです。チャンネル登録者数が2000人超えたということで僕から皆さんに感謝の歌を届けたいと思います。僕の大好きな曲レッスン聞いてください。大きな古時計大きなのぽの古時計おじいさんの時計100年イエーイ動いていたんだ Fly away おじいさんの生まれた朝に買ってきたんだぜよいおじいさんの生まれた朝に買ってきた時計はもう動かない今はもう動かないその時計 in the sky 100年休まずにチックタックチックタックおじいさんと一緒にチックタックチックタックファックスアワー今はもう動かないその